するって言ってもそう簡単にはいかないの。まずは校内のライブスペースを抑えてセットリストを考え、そこから、それを聞きながらここかなってと、もっと見ない、チャキューやっぱあんたはそれだ、うわ、そこから、これで上げてって、いや、これはラス前か。つか、そもそもあんまガチガチに組んで食ってのも違う気がするし。ああ、でも、現場で迷ってミスのは避けたいし。ああ、頭ぐるぐるしてきた。私の初めてのパフォーマンスだもん。絶対成功させたいんだけど。あ、私だけの、そういえば私あの子のことまだ全然知らないや。なんたって私とあんた二人のパフォーマンスなんだからさ。って告知は打ったけどやっぱ反応薄い。そりゃあ私だってそうだけど。行く前にここでお知らせ。皆さんおなじみ洋場名物リミックスコンテストまたまた開催です。ではでは、まずは課題曲気分上々お聴きください。Hey DJ 頑張って Yeah 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 気分上々の針の音声音鳴らせばいい。洋画学園リミックスコンテスト、通称リミコン。リミコンは生徒たちから課題曲のリミックスを募りでき、だからこれに入選でもしようもんなら注目集めちゃって、みんな私らのパフォーマンス見に来てくれるってわけ。だんだんこの展開に慣れてきたな。もちろん私リミコンに応募するのは初めてなんだよね。正直自信ないんだけど。ふんとかって弱音吐いてる場合じゃないぞ DJ マッシュ。徹夜で仕上げた甲斐があったかな。え、いや、あの、今回の栄えある1位は DJ くのいち。今学園で最も上がるユニットピーキーピーキーで、さすがに1位はないと思ってたし、想定なら想定ない。でも意識するなら聞く強くして。ねえ真帆ちゃん、さっきから何してるの？私のリミックスパフォーマンスでかけようと思ってさ、ちょい手直ししてんの。あれすっごくノリノリだったけど、そのままじゃダメなの？ダメってわけじゃないけど、やっぱさ、やれるだけのことはやってきたいし。ねえ真帆ちゃん、真帆ちゃんのリミックスパフォーマンスの時に私が歌うのってどうかな？はあ、いいかもね。はあ？いける。いけるよ、これ。絶対上がる。